動画のコメントで質問してたんですけど、はい、もしリカさんが太ったらどうしますかっていう動画を撮ったじゃないですか。痩せ方からどうやって健康的に太るかっていうのをテーマに動画を撮ってみたいと思います。はい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 。リカさんもともと痩せ型でした？もともと痩せ型です。食べても太らないっていうやつではないんですよ、私の場合。実際食べるのが怖かった。怖かった。昔はね、なんとなく自分の中で太りたくないから制限するみたいな感じの、それで太ってなかった。でも実際は食べても本当にそんなにブクブクは太ってないで、だから女性でいわゆる太ってないのに、あ、私太った太ったみたいな感じの感覚だったのよ。わかるかね。いや、多分女性の皆さん分かってくる。分かりますよね、皆さんね。なんかこの女性ってなんかやっぱりなんか年頃の時ってやっぱり太りたくないっていうのがあるから食べれないんだよね。こう、私ももう本当昔はそれだったんですよ。それが何歳ぐらいまで？それがだからトレーニングする前までだから、まあ、30過ぎぐらいまで、そんな状態でしたね。そういう30歳過ぎたあたりの食べるのが怖い、でも痩せてるというよりかは、ちょっとだらしない体ですっていうのは、どうやって健康的に体重を増やしていくんでしょう。なんとなくお尻がたるんでるなとか。それはまさに私だったんですけどね。年とともにだんだん、若い時と違って体がやっぱりどんどん30過ぎてくると衰えてくるんですよ、はい、だからその何もしなかったらもうどんどん垂れ下がってくる、その状態が私がトレーニングを始める前だったんで、はい、でその時に何かしなきゃいけないと思って始めたのが、まあ、筋トレだったんですよ。その時はまだ前の動画でも話してると思うんですけど、トレーニングをがっつりやるっていう感じではなくて、何か体を動かさなきゃいけないっていう感じでジムに入ったっていう感じですね、その時は。リクさん結構失敗はしてきたじゃないですか。2年間ぐらいあんまり成果が出なかったとかあったじゃないですか。今困ってますよっていう、どういうプロセスで取っていけばいいですか。そうですね、私はまず3食きちんと食べるっていうこと。3食、例えば女子って多いんだけど、朝抜いてお昼という夜食べるとか、朝昼抜いて夜がっつり食べるとか、まあ、逆ももちろんあるし、はい、朝昼食べて夜だけ抜くとかみたいな。あります、ね、とりあえず3食はもう朝昼晩っていうのはきちんと食べるっていうのをまず始めるっていうことからかな。もう本当に基本中の基本だけど、意外にできてない人は多いと思います。トレーナーやってて会員さんでもいますか？います。だってもう結構朝は食べれないとか食べないっていう人がいます。時間がなくてっていう人もいる。いますよね。だけどまあ時間がなくてもトイレに行ったりする時間もあるし、そういう時間があるんだから食べる時間もないことは絶対ないんですよ。だから何かしらドリンクで飲んだりとか、何かしら口にするっていうのは絶対してもらいたいですね。まずはそれ。じゃあ2つ目お願いします。食べるものを食べて、まあ、次は運動ですよね、はい、やっぱり、まあ、今で言えるのはやっぱり筋トレをするっていうことですかね、筋トレって結構種類多いじゃないですか。リカさんだったら何をするんですか？とりあえず全体的に私はやった方がいいとは思うんですよ。偏って腹筋だけするとか、はい、わあ、でもどうだろうな、初めてよね。初めてですね、その人は。でもまあそうって言うなら、まあできることから何でもいいからチャレンジするっていうのが大事かもしれないね、だけ今だったらもうあれもこれもこれもして完璧みたいな感じでやらないと、そういう風にならないっていうのが分かるんだけど、はい、多分全くの初心者だったらまずその生活習慣をやっぱり身につけるっていうのが大事なん で腹筋が気になるんだったら腹筋からでもまずやるっていうのを、毎日やっていくっていうのをやった方がいいかもしれない。今聞いてる感じで言ったら、とりあえず筋トレというよりは食事の方がちょっと重要、そうですね、はい、食事をとりあえず、まあ、ちゃんと食べるっていう、で私が言いたいのはその食べたからといって、まあ、私も昔そうだったんですけど太るって思うんですよ。食べたらやっぱりその分身になる。だけどトレーニングをして筋肉をつけることで太らないっていうのが分かるんですよ。そのやった人だから言えるんですけど、そういうふうにもう信じてやるしかないんですよね。私はそうやって信じてやったんで、自分が今筋肉がついてない時は
日々日に日にその食べたものが身についてくる感じが分かるんですよ、体が、うん、あお腹が出たなとか、はい、うわっとかって思うんだけど、でもこれは今からいい体になるための、はい、その段階っていうふうに自分に言い聞かせて、はい、日々食べることとトレーニングをし続けたんですよ。一旦ちょっと太ったなっていう時期あったって？ありました。あった。自分の中では もちろんだって私毎年毎年体重でいうと1キロずつ増えてたんですよ。結構ですよね。それめっちゃ増えました。だから結局いい体になったなっていう時は結構もう10キロオーバーぐらいしてたんで。あ、最初から、うん、10キロオーバー、うん、だから洋服のサイズもはっきり言って全部変わって、全て服入れ替えました。だからそうかといってバッと太ってるわけじゃないのよ、はい、なんて言えばいいんだろうねこの感じ。昔はただもうストーンって感じ、はい、もう幼児体型、もう肩もないしウエストもないしもうそのままストーンって感じだけど、今は多分見てもらっても分かるんですけど、メリハリがある。肩が大きくなって背中が大きくなってウエストが細く見える、はい、で足もしっかりこうメリハリが、とにかくメリハリができてきた、はい、うん、そういうことで多分スタイルがよく見えるっていうか、かっこいい体になったんかなと思う。結構聞いてると1年とかそういう短い期間じゃない方がいいって言ってたんですかね。いや私はもうその1年とかでっていう感じではなかったから、それもちろん1年経ったら多少は全然変わってくるんだけど、うん、だけどその大きくは変わるかって言われたら大きくは変わらないと思う、まあ、見た目人ってこれも本当にいつもみんなに言うんだけど、他人のことそんなにね意識して見てないんですよ。おだから劇的に変わらないとうわっとは思わないんですよ。だから劇的に変わるまではやっぱり3年ぐらいは私はかかりました、はい、パーソナルトレーニング受けに来るお客さんでも、いや私体いつ変わりますかって言われるんだけど、劇的に変わるまでは今のようにまあ何年かはかかりますよって言います。劇的に変わるのは3年以降ぐらいからかもしれないけど、うん、日々自分が変化を感じるのは何ヶ月かであると思います。あ、何ヶ月か、あると思います。私はあったんで、あちょっと、うん、例えばまあこんなことするじゃないですか、はい、なんか訳もわからずガーってやったりして、なんかあなんか硬くなったなとか、お尻の方とかこうやってやって、あなんか前となんか違うなとかっていうのは感じてた、うん、記憶があります。もう毎日鏡見てましたから私、お自分の体を。なんとなくの時はやっぱり変化は分かんなかったかなと思う、うん、それはもうパーソナルとかじゃあ行った方がいいよってことですか。そうですね、やっぱりしっかり教えてもらってから、あやっぱりやった方が効率はいいかなと思う、うん、いずれそういう体になるかもしれないけど、早くなりたいんだったらちゃんと順序よく習ってからやるようにした方が早いんじゃないかなと思う。ゆうかさん募集してますか、ね、募集してます。あ、募集してるんですはい、私も厳しいんでビシビシいきますので。厳しいんです、ね、はい、でもまあその相手によるけど、うん、すごいいい体になりたいとかっていう人にはやっぱりそれ、うん、やっぱり厳しいよっていうことを伝えてやるようにしてます。なんか健康のためにとかぼちぼちやればいいとかっていう人にはそのようなプログラムでやるし、相手が求めてるようにやる、まあ、相手に勉強を変、うん、もちろんみんなはみんなもう厳しく厳しくみたいなことは本当はしたいんだけど、したいんですね。したいんですよ、やっぱり体を変えてあげたいっていう気持ちもあるし、うん、だけどその上に嫌になっちゃいけないから、うんうん、でも私絶対体変えたいとかっていう人ってやっぱりやる気が違うんで、うん、そういう人にはしっかりやるようにはしてます。だってその方が早いもん、うん、ちんたらちんたらやるよりは。ちょっと話はそれるんですけど、はい、まあ、今回食べるのが怖い人っていう話だったじゃないですか、はいはいはい、もしその中で食べるのも苦手って人やったらどうしますか。ここね、食べるのが苦手なんだったな、でもそうおすすめしてるのは粉飴、ああいうものを、まあ、そのドリンクの中に入れて飲んだりとか、うん、まあ、プロテインの中であったりアミノ酸の中に入れて飲んだりとかっていうのをおすすめしてますね。粉飴って何ですか。ね、炭水化物なんですよね、要はね。粉なんですよ、だからその要はまあその大福を食べるか粉飴を飲むかみたいな感じの感覚だと思うんですけど。大福のドリンク版とかですか。うん、まあそういう感じでいいんじゃないですかねじゃあ取りやすいってことですね。取りやすい、だからやっぱり食べるのが苦手っていう人はスッと流し込む感じがいいんかなと思います、うん、私よく今思い出したんですけど、
粉飴とかを取り出してすごい劇的に体が変わってきた気がする。え、それはいつ頃から取り始めたんですか？あ、それはもうある程度トレーニングしていい体に なった時、なってきた時に、はい、さらにそういう粉飴とかを取るようにすることによって、はい、またもう一ランクこうなんていうんだろう、そのすっごい人から言われるようになったの。あ、もう前から、うん、めっちゃなんかでかくなってないみたいな体が。その時が多分ね、粉飴を取り始めた時、それがね、大地と、あ、原田マンですね、原田マンと出会った時に粉飴を飲めって言われたんですよ、私その時に。粉飴ってそんな結構大事なサプリメントだ。私にとってはすごい大事だった、その時に。じゃあもし、食べるのが苦手っていう人にもおすすめ。そうだね、私はおすすめしたいですね。だから、うん、食事と食事の間にちょっとこうプロテインと一緒に飲んだりするっていうのもいいかもしれないですね。はい、まあ、粉飴いろんなメーカー出してますよね。うん、何があるっけ。マイクロのやつも出してます。そうそうそう、MD とかっていう名前でもあるよね。でもまあ一般的にはその粉飴っていうのでめっちゃ安いしね。多分アマゾンで検索したら、うん、そうそうそう出てくると思います。うん、なんかね、その女性ってやっぱり炭水化物を抜きがちなんですけど、炭水化物がものすごく大事なんですよ。タンパク質ももちろん筋肉のためには大事なんだけど、エネルギーとなる炭水化物を筋トレ中はもう本当に大事だから、前後にしっかり取るようにするのはおすすめします。全然怖いものでも何でもないんで、食べてください、とにかく。で、運動しましょう。食べ過ぎちゃうと脂肪には変わってしまうけど、でも筋肉がその分ついていけば、その脂肪だってちょっと食事を変えるだけで燃焼していくんで、それが私なんですよ、今の。はい、だからめっちゃ食べるんですよ。で、今見てください、こんなボテボテなんですよ。でも、うん、食事制限を減量に入ったらやったら、大会の時の私を見てください。あんなに痩せることができるんですよ。痩せすぎですけどね、はい、痩せすぎなぐらい、まあ、あそこまで行くと極端ですけど、はい、本当に 3,4 キロ落とすことなんて、もう毎回言いますけど本当へでもないんですよ。うん、だからこういう感じになっていくんで、それをするために炭水化物も取ってトレーニングをして筋肉をしっかりつけましょうっていうことが言いたいです。まあ、まとめて言うと、まあ、本当にまず3食きちんと食べる。で、それで、トレーニングをする。そうすると、無駄に太ることはないと思います。体重は、言っときますけど、体重は筋肉が増えると、筋肉重たいんで、増えると思うんで、あんまり体重を、気にしすぎてると、うわっ太ったとかっていう感じでトレーニングしててもそういう風に思ってまた食が進まなくなったりする可能性あるんで、筋トレしてる時はもう食べるのはしっかり食べても私はいいと思います。うん、逆にまあオーバーカロリーぐらいの方が筋肉もつきやすいし、で筋肉をつけることによって脂肪を燃焼してくれるんで、もう元のかその基礎の筋肉をつけるっていうことを一生懸命やることでダイエットに結びつくんかなと思います。さっきも言ったんですけど、うん、パーソナルじゃなくても第三者からの意見は見てもらった方がいいかもしれないですね。うん、絶対見てもらった方がいいと思う。やっぱり全くの初心者だったらやり方も分かんないし、すぐねがっつりそのトレーニングをしろって言われても多分難しいと思うんで、まあ、ちょっとずつでいいからやり始めたらいいかなと思います。で、徐々にやることを増やしていくっていう感じがいいかなと思う。うん、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。レモンチャンネルのリカさんでした。バイバイ。